皆さんこんにちは、桑田さんです。本日はですね、こちらの車種、前回、ホイールのね軽量化まで済ましたので、いよいよバンパーです。加工をしていきたいと思います。ではまずこちらの方のバンパーを切っていきたいと思います。こちらがリアになるんですね、はい、フロントの方がリアに来るんですね。でなぜかというと、この部分ですね、リアに、まあ、例えば東北ダンパーでしたりとか、そういうものをつけるとこっちの方がちょっと低く乗るんですね。ではこちらでバンパーが切れましたね。バンパーを切ったので、ステを作っていきたいと思います。でこのような形で穴一つ分カットすると、こちらの方にピタッとフィットすると思ったら、若干この部分が干渉しますね。ここはリアなので、一つ削り落としてもいいかなと思いますよ。うん。OK です。そうですね。やっぱここちょっと削り落とすとね、ピタッと収まりがいいですね。では、リア部分のカーボンは、こういう形でカットします。大体こう、タミヤの星マーク、こう半分ぐらい切り取るぐらいの位置でいいかな。思います。では今度はフロントの方もね、加工していきましょう。フロントの方はですね、しなくても普通にこう入る状態ですので、まあ、これはあえてこの部分はカットしません。で前の部分だけをカットしましょう。ではこちらにですね、バンパーをつけていきましょう。あらかじめこの穴はですね、 1.8 ミリとか 1.9 ミリぐらいのピンバイスで、貫通加工しておくと作業が楽やと思います。ではこちらの方でですね、バンパーレスの加工、こちらがフロントですね、こちらの方がリアの加工となっております。ここの内側の部分の穴ですね、ここにフロントステアをつけていきたいと思います。バンパーレス加工ができました。ブレーキプレートの方はね、後ほどまたちょっと調整しながらつけていきたいと思いますので、まあ、ひとまずバンパーレスが完了です。でまたローラーセッティングについてとかなんですけども、まあ、これもゆっくり詰めていきたいと思います。次回はですね、ちょっと面白い素材の方でですね、ヒクオさんとかね、提灯システムの方を作っていきたいと思いますので、またご視聴の方よろしくお願いします。二人で描いた夢は僕が必ず叶えてみせるから、今日も I will go home where you don't wait